君の一問一答ファイヤー。はい、ではですね、早速お便りを紹介します。おっしゃ、任した。はい、こんなお便りをマナさんからいただきました。マナさん、ありがとう。もありがとうございます。森田お兄さん、りんちゃん、はじめまして。はじめました。家族揃ってブリーチ大好きです。おっしゃ。今我が家の8歳の娘と3歳の息子は森田お兄さんのファイヤーの真似が大ブームになっていて、何かというとファイヤーと言ってます。娘のはお兄さんに似ていて、テープで送りたいくらいです。あ、ぜひぜひ送ってください。マナさん、ありがとうございます。このマナさんにはですね、セガさんからいただいた、そちらの、こうじゃじゃっと見せちゃってください。手元にあるそれですよ。いつの間に、いつの間じゃん、ずっぱーばらばらばらやってたやん。あ、作ってね。これ、はい、そちらの特製ブリーチうちわを、森田お兄さんと、あと伊藤さんのサイン入りで、あら、お送りさせていただこうかなと思うんですけど、どうですか。あらあら、わかりました、わかりました。あ、今なんか空中から空中からこういうペンが。おー、じゃあこれ、伊藤さんすいませんけど、いいですかね。喜んで喜んで。マナさん、8歳の娘さんと3歳の息子さんがすごく応援してくれて、ね、ちょうどここにあのね、ちょうどいいですか、こちらにこう今レンジさんがいるんで、こちらの方にね、ええ、じゃあこれでよろしいです。はい、お願いします。なんで俺もらえると思ったの。あの後でセガさんの方からお願いします。後で引っ張ってきます。おー、生サイン、すごい。いやでもね、あれよ、家族でみんなでゲームするときはね、気をつけた方がいいですよ。あの本気にならないことがね、あのね、コツですから。そう、家庭内不安が起こるので、気をつけてくださいね。どうしたの、大丈夫ですか。レンジとか言うと、はい、ああ、おいしいです。レンジ、お岩にの次、レンジでございます。いいね、はい、これ、はい、じゃあ俺の方もやってみます。ああ、すいません。はい、よ、なるほど、じゃあ俺は裏の方、ああ、これね、ええ、一応アップがあります。どっちを向けて仰いでもサインが、そう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 、サインの香りがするという。森田お兄さんのサインは、森田正和さんのサインと一緒ですね。あのね、少し似せてるんですけど、若干角度が違うんですね。ああ、そうですか。ええ、若干角度が違うんですよ。よく似てるな。似てますかね。いやー、そこまでね、あんまり似てないと思うんですけどね。ほら、ここはあの、森田さんはこれ、ブリーチって書いて、ここ一語一緒って書いて、ね、ここで、お兄さん、ファイヤー、こんな感じで。ああ、なるほど。これは もう違いますからね。違いますね。森田さんとは違うんですけどね、はい、どうでしょうか、これ見てください。まずですね、伊藤健太郎さんのサインがこちらにドドン入ってあります。そして、お兄さんのサイン、ちょっとすいませんね、いちごの顔のところにかけてしまいましたけど、こちらにですね、お兄さんのサイン入れさせていただきました。ぶっちゃけな話、お兄さんでサインをするのが初めてです。お、貴重だね。貴重です、これ。貴重ですね。ぜひですね、これマナさん、これでこのゲームをやって熱くなっている娘さんと息子さんは後ろから仰いであげていただきたいなというふうに思います。いいですね。はい、こちらをお送りいたします。はい、でなわけでですね、2回に分けてお送りしてきました、セガゲーム特集なんでございますけども、伊藤健太郎さんがゲストとして参加していただきました。どうもありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございました。なんだか、せっかくのゲストさんに、白衣着ていただいたりとかですね、井上織姫やっていただいたりとか。もうそこら辺は全然楽しかったですよ。もう一回見たいんですけど、織姫の。ああ。織姫防御。織姫ちゃん織姫防御は織姫防御てな感じですね。ゲームやるときは伊藤さんのこのみっともない姿を思いながらですね、ぜひやっていただきたいなというふうに思うわけでございます。ですね、ラストなんですけども、はいはい、この番組最後、ブリーチブリーチバイバーイ、これ B を作るんですよ。 B つけます。 B B こうこうここつなげるんです。ここつなげる、肩、あ、これで B か。それでブリーチブリーチでバイバイ釣ってるじゃないですか。大丈夫か、俺やばいかも。やばいですね。この間骨折したからね。あ、そういうことか。じゃああんまり無視です。もうそれで十分ですから。で、これで、見えます。これでブリーチブリーチバイバーイって。わかりました。いきますか。はいよ。はい、ではですね、次回もお楽しみ。ブリーチブリーチバイバーイ。